こんにちは、サトルです。今日は PMS とは何なのか、ヨガで改善できるのかについてお話ししていきたいと思います。月経前の体の不調やイライラは経験していない人には理解してもらえないのが現実のようです。ヨガテリア、僕のスタジオです。ヨガスタジオです。ヨガテリアには PMS で辛い思いをしてヨガに来られる生徒さんがたくさんおられます。改善している生徒さんもおられるのでご紹介します。この動画を見ることで PMS とはどんな症状で、その治療方法とヨガで改善できるのかについて知ることができます。ではこんな方におすすめです。 PMS とは何なのかを知りたい、 PMS を改善したい、 PMS を周りに理解してもらえない、月経前に体調を崩す、イライラする、そんな方に特におすすめです。ちょっと僕の自己紹介をさせてください。僕はヨガテリアというヨガスタジオを経営しています。ヨガインストラクターであり、心理カウンセリングも行っています。ヨガの先生を育てるヨガインストラクター育成講師でもあります。そしてヨガ心理学、ヨガリボンというものを考案して全国でワークショップを開いています。いろんな情報が飛び交う昨今ですが、少しは説得力があるかなと思って自己紹介をさせていただきました。では PMS についてお話ししていきます。 PMS とは何なのか。 PMS とは月経前症候群のことを示します。月経前3日から10日に起こり、月経時には治っていく体や心の不調全般を言います。どのくらいの症状でどのくらいの期間続けば PMS なのかという線引き、それは婦人科が診断することです。更年期障害やうつ状態などと症状が似ていることもありますが、月経が始まると症状が消えてしまうのが PMS の特徴です。原因はまだはっきり分かっていませんが、女性ホルモンの変動が影響しているのは確かと考えられています。ホルモン分泌はストレスと密接な関係があります。ストレスがたまるとホルモン分泌に影響が起こるんですね。PMS の原因は特定できませんが、女性ホルモンの変動が根本ではなく、ストレスにあるとも考えられています。症状、主に次のような症状が挙げられています。20代から30代に最も多く、生理周期も正常な人に起こります。症状があまり辛い時は産婦人科で受診しましょう。我慢は禁物です。まず体の症状、腰痛、頭痛、腹痛、むくみ、お腹の張り、乳房の張り。次に心の症状ですね。イライラ、抑うつ、不安、眠気、集中力の低下、睡眠障害、のぼせ、自律神経失調、食欲不振、過食、めまい、倦怠感。次に治療方法です。で、今からお伝えするのは全体的な傾向です。西洋医学では排卵を抑える薬を処方されることが多いようです。排卵を抑え、女性ホルモンの変動をなくせば症状も軽くなります。薬は無害で、妊娠には影響しないです。が、症状自体を抑える薬であることを認識しましょう。根本的な改善とはならないことが多いです。中には西洋医学の薬を絶対に飲まない人がいますが、それは僕個人の価値観ですが、そこまで極端に考えるのはいかがなものかと思います。薬を嫌う人もいます。ただ僕は必要な人には必要なんじゃないかと思っています。では次、東洋医学です。東洋医学では漢方薬を処方されます。 PMS だけに限りませんが、漢方薬はその効果が発揮できるのが個人の体質によりますし、時間もかかります。では次にセルフケアです。セルフケアは気になるところだと思います。セルフケアで最も大切なこと、それはズバリストレスをためないこと、そして無理をしないことです。そして改善のポイントとしては、気分転換、リラックス、楽しい時間、規則正しい生活、健康的な運動。さて皆さん、これらの時間ありますか？皆さん足りてますか？これらが PMS の症状を悪化させないために必要であると言われています。さてこれらを一気に手に入れる方法があります。何でしょうか？そう、ヨガです。ヨガがおすすめです。ではここで PMS がヨガで改善した生徒さんをご紹介したいと思います。体の不調はほぼなくなり、 PMS のイライラが減ったということです。
では感想をちょっと抜粋してお伝えしますね。ヨガをする前のお悩みは何でしたか？腰痛、肩こり、冷え性、PMS に悩んでいました。 PMS はイライラや下腹部痛、腰痛、不安感がありました。どのように改善していきましたか？体の不調はほぼなくなり、 PMS のイライラは減りました。毎日ヨガに入り込んでいくうちに体が柔らかくなり、腰痛や肩こりや体の冷えが回復しました。食事は3食しっかり食べるけれど太らなくなりました。周りから引き締まったねと褒められるようになりました。今では仕事もプライベートも充実した日々を送れています。ヨガをされる前はスポーツやエクササイズをされていましたが、 PMS に悩んでおられたようです。調子が悪いとやっぱりスポーツってできないですけれども、ヨガであればやることができたんですね。で、 PMS が改善されたということです。では簡単にまとめます。PMS とは月経前症候群のこと。月経前、3日から10日前に起こる体や心の不調を示します。月経が始まると症状が消えてしまうのが PMS の特徴です。原因は不明ですが、女性ホルモンと関係することからストレスとは密接に関係しています。治療方法には西洋医学、東洋医学、そしてセルフケアをお伝えしました。セルフケアの方法としてはストレスをためず気分転換をし運動をするなど、まさしくヨガがぴったりです。はい、 PMS は周りの人に理解してもらうのが非常に難しいようです。同じ女性でも PMS 症状は個人差があるので、怠けているとショックなことを言われてしまう可能性もあります。特に男性には、実際に経験することができないので誤解を招くかもしれません。男性はしっかりと PMS というものを知識として、情報として伝えてあげると分かってくれることが多いようです。まあ男性脳というのはそういうふうにできているのかもしれないです。今日お伝えしたことをしっかり知識として、情報としてお伝えしてください。それは自分に無理をさせない、そう、自分を大切にするということの一つであると僕は思います。ということで、 PMS についてはヨガが有効であると今日お伝えしました。僕は特に夜寝る前に簡単なヨガを少しずつ続けていくことをお勧めしています。ヨガの動画も配信しているので、そちらをご覧ください。概要欄に貼り付けています。チャンネル登録をすることで無理なくヨガを生活に取り入れてみてください。無料のオンラインヨガもやっているので予約なしで誰でも参加することができます。では次の動画でまたお会いしましょう。